文人さんですねやっぱりかか、ね、基本的にはバズった動画とかバズったニュースに関連するような発信をするとそういうのは人が集まりやすいっていうのがありますけどもそれはそれでね似たような動画がたくさん出ることによって自分の動画のこう注目度がが薄まるるっていうところがあるんですよねだからバズる動画を作る法則ってのは、まあ、あるようなないようなって感じじゃないですか。 で逆にライバルのいない動画ってのは全然それほとんどの人の意識に乗ってないんでそもそも検索されないっていうところがあると思うんですよ、まあ、ですんでどんな動画だったら人気がないのかとかねライバルがいないのかってことを考えるとそれはそれでねアクセスが取れなかったり YouTubeJapan がおすすめに出してくれなかったりとかしてなんかメリットデメリットみたいなところがあるなと思いますでまととめると ネットビジネスってその大きなマーケットで勝負するとそれはライバルも多いしただ情報も多いと。で小さなマーケットで勝負するとライバルは少ないんだけどもネタが少ないんでそもそも注目されないってところがありますよね。でもその中で結局でかいマーケットから勝負するよりも小さいマーケットから勝負した方がいいのかなと思います。 なんとか界のナンバーワンがついに料理に切り込みますみたいな感じでいくとねえ他の業界でトップ取った人がお料理について語るもしくはそのための行動をするってどんなことだろうっていうふうにまあですんでね小さなマーケットでまああの風穴を開けるっていうのがまず最初かなと思ったんで私は広島ナンバーワンのビンネットビジネススクールっていうのをやったんですけどねそれからまあ,あの当時少なかった はあまあ、中高年 YouTuber の走りですか、ね。40代で始めましたみたいなね。今そういうのがこう乱立していてあの、こんなダメな僕でも成功しましたみたいなブランディングばっかりになっちゃってありふれてるんですよね。うん、だからどうなんですかねあの。ありふれないようにするっていうのがありふれすぎてなんだかなっていうところになりますんで、もう今はね本当に何が当たるのか全くわかんないですよ。全くわかんないけど言えるのは わかんないなりにやらないと、わかるにはならないと。わかってからやろうとする人は永遠に始まらないってことなのかなと思うんですよ。それで、自分に対して適当な言い訳とか理屈が思いつくもんだから、それをよりどころに、まあ消えていくってことですかね。<laughs> うん。だから、どんな道でもそうですけども、心が折れたり、雨が降ったり、ライバルが現れたり、意地悪をされたりとか、陥れられたりっていうのは当たり前にあるんですよね。で、そういうのを、かすり傷とともに、鼻歌まじりに通り抜ける人でなければ、 新しいいい世界見えななのかなと思いますよねで結局どんなに優秀な人もどんなに憧れた人も今ネットビジネスの世界にいなくなってるなってことを考えたら、うん、なんか結局ね誰かがこう言ったからとか誰かにこう言われたからとか誰かがこうしてるからっていうのに引っ張られないようにまあそういうこともあるけどもそれは百者百用だよねみたいなねそれは自分じゃない人が作った実績だからね 自分じゃない人が自分じゃないタイミングで作った失敗だからねみたいな感じじゃないですかね、うん、だから文人さんってね文人ってどういう意味なのか分かんないですけどもまあなんでしょうね <laughs> また別のアプローチがあるのかなと思いますまあそれにしても隠居っていうブランディングはなかなか当たんないですね何なんでしょうねあでもこの前ね僕も隠居ですって人からメッセージ来ましたよ気が合いそうですねとか言ってねメールが来ましたちょっと嬉しかったですねじゃあいってらっしゃい